はい、ハロフジと申します。シャドウオブモルドールやっていきたいと思います。12月25日、メリークリスマスということで、まあ出すのは多分26日だと思うんですけど、まあシャドウオブモルドールの発売日ということでね、やっていきたいと思います。今回じゃないな、今作はネメシスシステムっていうね、画期的なシステムがあり、ワーナーっていうところなんですけど、ゲーム作ってるっていうか発売元が、そこのねアクションもすごかったりと、だいぶね期待ができる作品ですね。じゃあやっていきましょう。スキンを変更でダークレンジャーにしていこうかな。かっこいいね。よし、ストーリーまでやっていこう。In the land of Mordor, where the shadows lie. It was here, on the slopes of Mount Doom, that the Dark Lord Sauron was defeated by a last alliance of men and elves. It is here that for 2,500 years the Rangers of Gondor stood watch.Guarding against a nameless threat that all had forgotten. And while the strength of Gondor faded, the power and the malice of Sauron grew in darkness. He has returned to Mordor. Shadow and flame have fallen on the Black Gate, and no mortal man can stand in its path.A perfect swing for killing chicken. Wouldn't want to hurt you. It'll take a lot more than that. Dear Hail, the mighty chicken killer. Come on. Come on. Show your father what you have, huh?三角で反撃と。そうですね。音声が吹き替えじゃないんで。ちょっと次からはね、僕は読みましょうかね。まあ大体ね、吹き替えないゲームは僕が読んでるんですけど。身をかわせ、防御忘れるな。攻撃は死角と。息子を落ち着け、お前はまだ兵士じゃない。内臓を繰り出してやる。大丈夫だ。R2をしながら、四角で地上死刑と。処刑かな。この剣で喉を貫いて訓練を思い出せ。R2 をしながら四角でとどめを刺すと。どれがあった。危ないね。急に来たね。とどめを刺すと、あいつが刺しちゃうね。動きを緩めるな、ディアハイルと。ガッチ来い。掴む、R1 で掴む、投げると。よい。やっぱり海外のゲームなだけあって、映画っぽいですよね、演出とか。まあ、ワーナーって言ったらね、バットマンとかのゲームで有名なんですけど、アクションもやっぱ凝ってますよね。終わりかな。
画質もすごいな。この奥たちは今まで見たやつよりは、やつら奥じゃない、ウルフだ。オークより厄介だし数が多すぎる。母さんのところへ行け。母さんを見つけて守るんだ。俺はすぐ後ろにいる。さあ行け。俺は死んだのか。お前は死に追放された。このお花をね届けるのかな。あなたが渡る風や水の上に、R に長押しでステルス、ステルス状態で四角を押すと妻にキスができると。なるほどね。記念日おめでとう。綺麗。どこで見つけたの？まだゴンドールに友人がいるんだ。父とは話した？話した。だが何も変わってない。相変わらず強情で。どちらにしても行きましょう。ディアハイルは行きたがらないだろう。ここにいるよりきっといい人生があるわ。今無理だが、すぐに。もうここで隠れてるのは疲れてるのよ、タリオン。隠れないと二人とも死んでしまう。行こう。逃げられるうちに逃げておくべきだったわ。ここ動くな。突破口を作る。ステルスで近づき殺すと。隙だらけだぜ。奥さんよ。あと一人じゃない、一体かな。うっ、剣を受けるんじゃん。タリオンダメ。黒の手がこいつを生かした。女を連れて行け。やめて離して、タリオン。生かしておこう。父さん、いやはり、こっちを見る。見ろ、俺はここにいるぞ。息子よ、ここにいる。ちょっと離して。お前がたどるべき橋、お前は影として現れる。あなたまた一緒になるわ。すぐに、永遠に。ちょっと戻して歩いてみよう。お前がたどるべき橋、お前は影として現れる。死と骨の捧げ物、お前がたどるべき橋。Come back to me, Elf. 我が元に戻れ、エルフの森。
は一体。See for yourself. 自分の目で見てみろ。モルドール。Now, do you believe me, Ranger? これで信じてくれるか、レンジャー。俺に一体何が起きてるんだ。お前は死から追放されている。光と闇の世界の間でさまよう。呪いによって私たちは悪の壁から出られない。それが本当だとしたらどうすれば呪いを解けるんだ。呪いをかけた者を見つける。サウロンの黒の手だ。シャドウ・オブ・モルドールと在用系って感じの演出だね。見たことがある。魂を込める。この塔を解除すると勇気の記憶を解除できると。これによってミッションや収集品の、位置が地図上に表示され、ミリアンが獲得できる。罰をしながら前進で飛び降りると。おお、なるほど。で一人逃していたようだな。だが簡単に取り戻せる。失敗だ。やれるもんならなと。弓かな。L に長押しで遠隔モードに移行、 R に長押しでショットをチャージ。なるほど、来いや。まるで気絶と。あ、なるほどね。素早くタップして気絶したウルクにフラリー攻撃。フラリー攻撃、痛い。You will suffer for what you've done. よっしゃ。敵の近くで丸を流すすると、あ、読めなかったな。試してみろ。R1 でつかみ、罰で尋問と。苦しみよ。サウロンの黒の手について知っていることは。奴はクルーだ。どこから友達が現れた。他には使っていた奴隷が彼と戦ったことを、戦ったと言っていた。そいつは撃った。グレッグ入りの小さい猿と交換で。相手は奴隷商人のギームーブだ。サウロン軍の小隊長。まだ素性が明らかになっていないため影として表示されると。敵を尋問することで小隊長についての有益な情報を知ることができる。ギームーブ奴隷商人、ギームーブ成功した。彼は、これは彼を倒す際の手助けになる。彼の奴隷商人という役割は、彼がウルクの社会でどういった役回りなのかを理解することに役立つ。彼のパワーレーティングも知ることができた。これは倒す上での難易度を表す。パワーレーティングはまた倒した時の報酬を左右する。
報酬には武器をアップグレードするためのルーンやパワー増加による新しいアビリティレベルの解除などがあると。標的はメインミッションにいる。手だれの小隊長、近いうちに奴隷が逃げ出そうとすることを願っている。見せしめにしたいと考えていると。まるでマークだね。そこに行かなくては。多くが信用できればな。信用できるかは関係ない。思考は嘘をつけないのだ。ということで、ね、雑魚から小隊長の話を聞き出せると。この視点は何だ。チュートリアルミッション、金のアイコンはストーリーミッション、赤のアイコンはウルク同士が争う権力構想を表す、白のアイコンはサイドミッションと収集品を表す。2つのメインミッションが選択可能。奴隷商人モルドールで取られている人間を救出して黒の総裁長たちを見つける。なんだ、声がするな。 Nothing makes sense. Nothing has changed. This is how it will be. The future and the past are linked in darkness.I don't understand why I'm here. And I can't remember. Let's go find the slaver. His mind may provide answers. ちょっともうちょっと情報を聞きたいんですよね。聞けるかな。あ、そっちに当たっちゃうか。一人だけ残してと。よいしょ。痛い。死にかけてる。早いな。よし、あいつをこうして。チュートリアル感知度。ウルクの頭上のアイコンはそれぞれの感知度を表す。四角じゃねえな。黄色のウルクは不審な状況、赤のウルクは完全にこちらに気づいていると。おかしいな、今完全に気づかれていると。尋問したいんだ。情報いっぱいいるね。そうだね。じゃあこいつ聞いてみよう。タールズイカレ頭。へえ、ありがとう。うわー、あーつかなんか来た。首切れるんだ。小隊長ゆるーく大胆不敵、キレイ様大事にするなと。あ、痛い。なんか言ってる。よし、カウンターっていうかこれをちゃんとマスターしないとな。こいつを止めさそう。あ、痛い。あ、くそ。あ、増えたな、増えたな。こいつ、またこいつか。クルーク逃げてもいいんだよね。でも一旦買っときたよな、こういう強いやつに。もっといい戦い方がないと。まず雑魚やろ。よし、よし、タイミングゲームだね。アサシンクリード敵って言ったらアサシンクリード敵だよね。どこまで効くんだろうこいつは。あ、これ効くんだ。
はい、来た来た。よしよし、いいねいいね。お、でこういってこれで終わりだな。はい、終わった。グロい。入手する、何これ。あ、やべ、ちょっと待って、なんか今見れたのに。ルーンだし、まあいいか。ちょっとこいつから情報聞いて終わろうかな。はい、情報を頼むよ。今倒したやつが、あ、まだか、小隊長だといないのかな。とりあえず前列のやつ聞こう。引き裂き取るず、いやー面白いな。よし、何これ。ではでは、シャドウ・オブ・モルゾール、今回ここまでにしたいと思います。倒したやつ多分これだよね。あ、これ倒したね。よっしゃ、ご視聴ありがとうございました。